あなたの夢に、お邪魔します。It's me, Barry Anna。ギガンタ。皆さん、ごきげんよう。ブリアナです。みんな元気にしてた？本日はこちら。ねえの国。クロスワールド。やってまいりたいなって思います。ね、少し前にね、私、この二の国とリネージュ 2M っていうゲームをね、撮影したんですけれども、ゲームの映像だけね撮れてなくて音だけになってたからね、私大変に発狂しておりました。キャプチャーボードをね新しいものに変えたので、うんと高いやつに変えたのできっと撮れていると思います。なので私ねちょっとね進んじゃってるんだけど、大変にはまり込んでおります。なんせね、世界観がね、とんでもなくね、素敵なんだよね。私ね、二の国シリーズ、今作が初めてのプレイになるんですけれども、非常に楽しい。見て？見て？今見た？ちょっと何？私のお気に入りのキャラクター、グーさんでございます。こちらのね、ゴリゴリのギャルがね、私のキャラクターでございます。職業はウィッチだったかな？魔法使いといったところかしら。槍をね、バトントワリングみたいに扱って、敵と戦う職業でございます。もう一人ね、妹クラブにお勤めになってるような、幼女のね、キャラクターがいらっしゃるんですけれども、そのキャラはね、私のシュキピが選択して、確かエンジニアっていう職業だったかな。ヒーラーのような役割もね、担っている職業ですので、私のシュキピはね、ヒーラーが大好きなので、私がこちらのお姉様のキャラクター、プレイさせていただいております。このね、背中に乗れるどでかい猫、私のね、お家に住まうギズモさんに結構そっくりなんだよね。フォルムが結構似てる。愛らしいでしょ？かわいい。背景とかも素晴らしくない？ね。なんて言ったらいいのかな。スマホのゲームだっていうことね、忘れちゃうくらい。なんかコンシューマーのゲームみたいな感覚になっちゃうかな。結構ね、ストーリーとかもね、面白くて。珍しくストーリーをね、スキップせずにプレイしております、私。この二の国もプレイしてる方はね、ご存知だと思うんですけれども、結構ね、キャラクターのお見た目、こだわっていけるんだよね。そこそこにこうなんか服装だったり髪型変えるだけでもね、結構ね雰囲気変わるゲームなんだよね。今ちょっと私ギャルでしょ、結構。こんな感じでね、全然違う見た目にもできるし、肌のお色味もね、結構ね、こう真っ白から結構褐色までね、取り揃えております。撮れてるかな？ゲーム画面撮れてるかな？でもね、こうやってね、皆さんが今、この動画を見てるってことはきっと撮れてるってことよね。ん？ん？え？そうだよね。そうだよね。撮れてることを願って。見て、背景素晴らしくない？ほら、ご覧？
たまにね、もののけ姫の小玉みたいな奴らがね、ちまちま現れたりとかもするんですけれども。ちょっとストーリー進んじゃってるから、これからプレイする方もいるかもしれないし、ちょっとストーリー省こうかな。ね。フィールドボスは？うん。あと4時間もある。マッチング参加してみる？あ、皆さん、出発できるようでございます。時間がね、急いでネイトラムを探すぞ。はよ、ついてきや。こっちに道が。私ね、ほとんどね、自動でプレイしてるんだけど、ここだけね、ちょっと手動でプレイしております。あ、戦闘はね、オートでやってる。移動とかはね、ちょっと手動でプレイしております。いや、何？二手に割れてる？もしかして。もうね、結構戦闘が派手で何が何だかという感じではありますけれども。黒い砂漠とかなんかよりはもうちょっとわかりやすいんじゃないかな、戦闘。あそこまでド派手じゃないから、もうちょっと画面見やすいよね。ちょっと大丈夫？皆さん。いや。エンジニアの方が結構回復頑張ってくれてるよね。結構さ、ここの敵が強くってボスもやらなきゃいけないんだよね。今の妖精さん見た？セプタも開けてらっしゃったよね。結構前衛的なキャラクターデザインだね。好きよ。ん？あ、ボス？私一回戦ったことあるから。負けへんで。ほら、セプターも開いてる。ほらほら。こんなとこにランプぶら下げちゃって痛くないのかな。あ、もう戦ってる？ゴリゴリだね、このエンジニアの方。やん。ああ！結構ね、ボス戦っていうの？攻撃をね、避けたりとかしなきゃいけない場面があるから、結構大変なんだよね。私、アクションゲームがとにかく苦手だから。やん。なんでこっち向いた？怖い。やっつけた？やっつけてない。怒ってる？やだ。恐怖。そうだ、怒るんだった、この方。体ピカピカ光ってる。何？赤い範囲からね、急いで出ないといけないんだよね。ひぃいけるんじゃない？あ、いった、やい。うわ。ご苦労様でございます。まったく、ええ年して自分のケツくらい自分で拭かんかい。おい、ちょっとそれ貸してや。よっこらしょっと、ほな始めようか。この
この部分はさ、お花なのかな？な、nose。何なんだろうな、あのこの突起物。こっから先は自分たちで何とかせ。あらよっと。あ、私 MVP。どうもありがとうございます。あ、なんか称号いただいてる。装着しておこうか。なんかいろんなさ、称号いつの間にか手に入れてるね。全然私気づいてなかった。あら、なんか良くない？この美食家っていうやつさ、このサイドのさ、飾りが違うんだが、他のと。美食家が好き。乗り物としてはね、この子が多分、一番最初に手に入るから、一番弱いのかもしんないんだけど、私この子めちゃくちゃ育ててる。進化？どういうこと？ん？進化したの？あ、星の数が1から2になってる。あら、強くなったの？私ね、これが手に入ったらもうこれに切り替えようかなと思ってる。ああ。超絶かっこよくない？ガンツみたいじゃない？ガンツ。ガンツこんな感じの乗り物なかったっけ？私の記憶違いかな。乗り物がね、いちいち可愛らしいんだよね。よくない？いいよね。いつかこれを手に入れたいなぁなんて。星 6? とんでもないレアなんだね。何で手に入るのかちょっとわかんないけど。いろんなソシャゲにね、このピンクムーンダー乱立しておりますけれども、立てた本人がね、いつ蒸発するかわからないっていうのを前提にね、乱立しております。突然消えても本当にそれはごめん。あ、そうだ。討伐クエストしなきゃいけないだった。ちょっとしばらくここで討伐クエスト放置しようかな。このね、ニノクニクロスワールド？ニノクロっていうのかな。オフラインモードができる狩り場もあったりとかしてね、結構充実しております。グラフィックもね、可愛らしいし、なんかね、このネットマーブルさんのね、利用規約がやべえのなのってね、話題になっておりましたけれども、ちょっとねそこら辺のお話も公式さんが訂正して落ち着いたようなので、まあ、興味ある方はプレイしてもいいんじゃないのかしら。私とシキピはねもう結構ゴリゴリにプレイしております。iPad でねリネージュ 2M を放置して iPhone でニノクロのストーリーをプレイするという、なんかもうちょっとゴリゴリな感じで日々を送っております。ひどい時はね、iPad でリネージュ 2M 放置して、iPhone でニノクロ放置して、PS4 でファンタシスタプレイしてたりとか、もう本当にね、大変なことになってる。そんなこんなで、本日の動画はここまで。私、ブリアナ、ゲームの実況だったり、お食事をしている姿、アクティブにスポーツのようなことにチャレンジしたりなど、様々な動画アップしてまいりますので、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。次回の動画まで、みんな、いい子にして、まただな。バイ。バイ。